綺麗な校舎で楽しく勉強だワン。東部コミュニティの真ん中に位置する新田小学校。今から140年前に開校し、さまざまな名前を経て昭和30年に新田小学校となったんだワン。現在の児童数は774人。明るく正しくたくましくを校訓に、みんな楽しく勉強しているんだけど、こちらはホワイトボードを使って授業しているワン。これは各グループの意見をホワイトボードにまとめて発表するというコミュニケーションを大切にした取り組みなんだワン。また学校ではコーラスや読み聞かせを地域の人がやってくれたり、一人暮らしの老人の集いが開かれたり、地域の中心になっているんだワン。そしてこの学校の卒業生には、元宝塚で現在は舞台女優の白倉梨沙さんや、若手お笑いコンビアンダーポイントの2人もいるんだマン。そして新田小を代表するものといえば、よいさー、東流門祭です。この東流門祭は2008年に学校とコミュニティが力を合わせて始めたお祭りなんだワン。児童と先生で作り上げた3台の出汁をはじめ、ハッピに提灯やのぼりなど、すべてが手作りなんだワン。現在は地域の人が中心となった東流門祭の保存会もあるんだワン。さてここで問題。皆さんこんにちは、校長の山田純一郎です。皆さんはこの門を知っていますね。東流門と言います。実はこの上に文字が彫られているんです。その文字は知多市の地である。丸か×か。正解は×です。答えはこの地です。玄関を入ってまっすぐのところに開智という字でも書かれていますが、開智小学校という小学校からいただいた字でもあります。